お互いのちょっと予定が合わなくて、その時は断念したりですね。で今回ようやく実現しまして、見てきました。どういうところで作ってるんだろうということでですね、半分は予想してた通りだったんですね。どういうことかというと、工場の規模はそんなに大きなものではないです。で、従業員の数ってざっと見て、数十人規模の会社ですし、それから倉庫も兼ねた、オフィス自体は大きいんですけど、そこで働いている方っていうのはもう本当に仲間っていうかチームの雰囲気で、とても親密な感じがして、多分きっとこういう規模の会社なんだろうなというふうに思ってた通りでした。一つ私が予想してなかった、ミヤコースティックスの大きな特徴というのは、今回まずこの会社を作ったペーターですか、ドイツ語にするとペーター・ガンシュテラーさんという、まだ50前ですかね、彼はね、若い創業者ですけれども、彼と会うことができたんですよ。でめったにメディアにも出ないし、インタビューとかにも出てこないっていうふうに聞かされていたので、訪ねたら待っててくれて、大変に話をしてみると、なんていうか真摯な方ですね。ちょっとこう学級肌のところもあるし、で一方でいろいろな音楽を実際に、すごく好んで、コンサート行ったりライブ行ったりという、アクティブなところもあるんですね。で彼の話が一番印象的だったのは、非常にコンセプトとそれから技術的なバックボーンをしっかりとしていて、ここまでアキュレートな会社だとは僕は思わなかったんですね、失礼ながら。もう少しこのウィーンの印象っていうと、オーストリアの中でも、音楽の街として有名ですけど、ドイツとは少し雰囲気が違って、割と人間性も含めてですね、こうなんていうか少し緩い感じがあるんですよ、実はウィーンの人っていうのはね。ところがこのミヤコースティックのそのエンジニアのペーターをはじめとするチームというのは、本当にベースの技術にしっかりと根付いた基本的なコンセプトにしっかりしていて、考えてみれば確かにそうだなと思う。というのはこの会社のスピーカーというのは、登場以来そう大きくその全体の形状ですとかユニット構成ですとか変えてないですよね。そういう意味ではこれがいいんだと思ったら、それをしっかりと継承する会社だなという印象を持ちました。ブランドのご紹介はこれぐらいにして。